あ、もしもし。こんにちは。あ、こんにちは。聞こえますか？あ、聞こえます。あ、お願いします。お願いします。あ、じゃあ、かわいらしい。あ、ありがとうございます。何？イケボですね。よく言われます。なんだよ。イケボすぎて、もう耳がとろけました。とろけるチーズかってね。そんなに嬉しい、私と喋れて。あ、はい。まあ、私、こういう友からのプリンスだからな。納得です。ちょっと待って、ちょっと今、風邪ひいててさ。お。水飲んでいい？あ、はい。待って、ごめん。どうぞ。ごめんね。それ地声ですか？いや、当たり前だろ。もしかしてもう掘りだったのかな？もう掘れました。婚姻届け、持ってこい。持ってきたら書いてあげる。じゃあ5枚用意しときますね。5枚？別に枚数が多くても意味ないよ。じゃあ離婚届を4枚用意して交互に出せば。何の意味があるんだよ、その離婚届は。ちょっと役所の人を困らせちゃおうっていう。いや、ダメです。そんな人、ちょっと私結婚できないし。あー、やだ。私に似合う女になってくださいよ。高みで待ってます。クリスマスの予定とか合うの？クラスの女子でカラオケ行くみたいな。あら、楽しいね。楽しいですよ。イブは確か私と予定あるから。あ、そうですね。少々楽しみにしていて、私の神社。神社？神社って、生姜食べさせてどうするんですか？彼氏とかいないの？彼氏いないですよ。欲しくないの？今はいいかな。あ、そうなんだ。あなたがいるから。あは。こにょこにょそんなドキドキさせないでくださいよ。もう今刺さりましたよ、私の心臓に。ジャッジメントチェーンが、あ、すいません、あの矢が刺さりましたよ。あー、よかったよかった。なんかして趣味とかあんの？音楽聴くこと、歌うこと。いいね。なんか声が綺麗だからさ、うん、歌とか上手いだろうなと思って。バカ上手ですよ。あー、もう自分にも言っちゃう。もうみんな聞き惚れる。聞き惚れてんだ。うんうん、聞きたいんだ。いいですよ。あ、マジ？曲なんだろう。じゃあ最近入ってる可愛いだけじゃダメでしょうか。あ、それのちょっと苦手かも。私が手歌います今から。あ、歌ってください。可愛いだけじゃダメでしょうか。右左正面かかと落としでお前の頭を打ち抜く。ちゃんと覚えてから歌わないと。あ、すいません。もう楽しみにしてたのに。可愛いだけじゃダメでしょうか。ダメに決まってんだろう。うはは、出た。なんかあるね、そういうの。ダメなんかい。ダメですよ。じゃあかっこいいだけじゃダメですか。いいですよ。マイハニーマイダーリン。ああ、いいしね。じゃあ君の歌を聞かせてもらおうかな。何歌えばいいかな。うーん、じゃあ私が好きなヨルシカさんとか。ヨルシカわかる？歌えるのあるかな。花に棒でとか好きでしょ。ああ、一部しか歌えないですけどいいですか。いいでしょう。ありがとう。何？じゃあ行きます。はい。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで夏を待っていた。素晴らしい、かわいい。イエイ、やったー。ヨルシカじゃん、じゃん、ほぼ。よっしゃ、じゃあもうヒルシカでいきます。ヒルシカ、なんか健全そうですね。ですね。まあヨルシカさんも別に健全ですけどね。そうですよ。じゃあ私、あのナウシカでいこうかな。あれ、風の谷のがいるかも。風の谷か、それ。風の谷のナウシカ。え、なにそれ。え、なにそれ、なにそれ。風の谷のナウシカって曲ですよ。マリオみたいな音程しね。え、マリオ？テレ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 テ
私。なんでよ。笑われたら笑っちゃう。笑わせてよ。あ、もう暑い。暑い、なんで？私の隣にドキドキしすぎた。あ、そうかもしれない。ちょっと距離取るじゃん、私たち。え、なんで？嘘、冗談だよ。やった。かわいいね、お主。え、なんかあざといしね。あざとくて何が悪いの？あ、かわいい。イエーイ。10キュン来ました、ここに。あんたここに10キュン、100キュン、100キュン、ジュン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 、かしこんねよ、ですって感じで。アニメとか見ない？見てるのは、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、ちびまる子ちゃん、サザエさん、あとコナン。あ、コナン。うん。私ね、声真似得意なんだよ。何の声真似？じゃ全部やりましょう。コナン。コナンの、工藤新一。おっ。ペルー。なるほど。冗談種。もう一回やってみます。はい。バロー。え？超そっくり。あ、そっくり。よかった、この変声器使ってリボン型の。え、あ、ヘイトだ。以上ですよ。じゃあ次。あ、次。サザエさん。マシオさんやります。はい。ベアうまい、どうしたんだい、タラちゃん。あ、すごい。どうしか。すごい、似てる。お父さん。どうしたんだい、タラちゃん。あ、すごい。ありがとうね。一昔の前のマスオさんですね。少々。懐かしい。じゃあ次は。何だっけ？クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんは坊ちゃん。はい。しんちゃん、川の中に石が。似てます。僕の坊ちゃん舐めて。ん？
とは思えぬセリフだった。すいません。次何でしたっけ、他。あ、ちびまる子ちゃん。ちびまる子にいっぱい行きましょう。じゃあまず、たまちゃん、たまちゃん。あ、たまちゃん。めぐちゃん。あ、はい。で、あの、はまじ。おう。おい、さくら。おう、似てる。あ、本当ですか。はい。じゃあ、ブー太郎。ブー。なんか、勢いがすごい。じゃああの長沢くん。長沢くん。何やってるんだいさくら。ああ悪くない悪くない。そうかい、ありがとね。出る。ありがとねさくら。さくらじゃないけど。さくらじゃないね。ブルーロック知らないですか。ブルーロック名前は聞いたことあります。なぎしえしろくんっているんですけど、じゃあそれ練習しててさ。おお。その小山にやりたかったんだけど。じゃあやってみてください。あ、知らないけど。本気わかんないけど。やってみていい。はい。初めまして日本、俺が。なぎ清志郎だ。わあ、イケボ。普通にイケボ。でもまあ普通にさ、好きな声のタイプとかないの？好きな声のタイプ、あんまし声にこだわりないかも。あ、なるほどね。いろんな声出してみてほしい。え、ショタボは好き？うん、好きですよ。ちょっとショタボ出してみるよ。はい。もしもし。あ、もしもし。できてるかな？できてます、すごい。かわいい僕。かわいいよ。じゃあ靴舐めろ。あ、やだね。なんで？汚いもん。すいません。調子乗りました。はい。あとね、女の子っぽい子もできます。聞きたい。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。かわいい。まあ、君よりはね。え、ショック受けた。いや、冗談だよ。って感じですね。え、何人かいます？いえいえ、私はいつだって孤高の戦士なんで。孤高？ぼっちってことですよ。大丈夫、ぼっちじゃないよ。私がいるから。優しい、好きです。好きじゃなくて、愛してるがいいな。愛してる。なんか YouTube かなんかやってます？やってないっしょ。え、そっか。そういうの見たりするんすか？なんか最近めっちゃ見てます。あ、そうなんだ。いろんな人見てますよ。誰？ジュラって人と。あ、ジュラちゃんね。あとルアタンって人と。あ、ジュラちゃんね。ハルノさん。ハルノね。はい。あの調子乗ってるやつでしょ、青髪の。調子乗ってはないと思いますけど。え、どう思う、その春乗ってやつ。面白いなって思いますけど。え、そうかな。でもあの私まだ地声出してないですからね。え、地声出してないの？出してないんだよね。偽りの声だったってことですか？そうだね、これは偽りの愛だったんだ。しまないね、マイデディ。マイダディ？マイダディ、なんでお父さん出てきてんだよ。地声聞きたいっしょ。聞きたいです。で、地声がさ、もしさ、かっこよかったらさ、付き合ってくんね。あ、いいですよ。じゃあ行くよ。はい。あ、もしもし。もしもし。春野です、僕が。え、本当ですか？もちろん。はじめまして。はじめまして。じゃあ改めて僕の自己を聞いて、僕と付き合ってくれますか？はい、お願いします。